今日は11月18日、大会までラスト10日になりました。いよいよカウントダウンって感じで、ちょっと緊張してる。だけどそれ以上にまあめちゃくちゃ楽しみ、はい、もう今すぐにでもステージ上がれるコンディションやし、はい、もう早くステージ上がりたいなっていう気持ちがめっちゃ強いから、とりあえずあと10日別に難しいことはせずに、もう今までやってきたことをもうあと10日間ずっと繰り返しやっていって、でも過度なディプリートとかカーブアップとかももうせずに普通に出る予定、はい、うん、で今日は胸のトレーニングやけど、大会まであと胸のトレーニングは2回かな。 で、まあ、できるだけ関節にちょっと怪我しやすい時期やから、関節に負担かからんような種目にして、で、まあ、胸にはしっかり刺激入れてやっていこうかなと思います、はい、で体調も今めちゃくちゃいいし、で、まあ、顔も結構元気なんで、もうトレーニングはもうガンガン強度上げてやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。ベンチプレスでも意識するのは、この溝落ちの位置をできるだけ高くする。溝落ちをこうグッと顎に近づけるようなイメージで、肩甲骨は過度に寄せずに、もう肩甲骨をしっかり下げた状態でちょっと寄せる、気持ちちょっと寄せてあげるぐらいで安定させてあげる。で、これ伸ばしきって、わざと肘でロックした状態で肩に負荷乗せて、このバーの重さを使って肩甲骨を内転させてあげる。で、これでも胸に負荷乗るから。俺のメインは80だから。まあね、重さは全然使われへんけど、俺の中でこれが高重量。ベンチプレスが苦手な人はこのアンダーグリップのラットプルダウン、ビューってこう引いてきたこのポジションあるやん、ラットプルダウンアンダーグリップに仕上げて、この姿勢を覚えたままこれで持ってあげたら、肩甲骨を下に下げてちょっとクッて寄してる状態やから、この状態で一回ラットプルダウン何回かやってあげて、これを覚えた状態でこう押し込んで肩がこう前に出ない、
ベンチプレスもここでこうバウンドさせてバーンってやったらもっと上がるけど、この切り返しのポイントが美味しいところやから、もうそこももう丁寧にずっと胸に負荷のしてるっていう感じかな。これ今アミノ酸取ってるけど、もう土曜日からカット、水と朝に有酸素するときだけコーヒーかな。それぐらいはもうずっと水。アミノ酸も微量やけど甘味料入ってるから、もう俺はもうずっとコンテストの前はもうそれ抜いてんな。もう一回ちょっと7行きたいな。立ち上がった。次ペックフライ、はい、でこれここ持ったらいいねんけど、ここ持ってこれ合わすとちょっとシートかなり下げなあかんから、俺はちょっとここ持って、でこれもうシンプルに胸のチューブ狙いたいから、こう前で合わせたこの位置でグリップが来るようにシートの位置回してあげたね。まずこの合わせた状態で肩甲骨は開いて、で溝落ち前に出して、これでまず収縮掴んであげて、ギュッと、で収縮掴んだら肩甲骨が寄る手前まで開いていく。Oh.
ちゃくちゃいいんじゃない？だいぶ張ってんだ。これペックフライもストレッチと収縮で多分分けた方がいいと思う。俺は効率がいいかな、その方が。どうしても肩甲骨がこう寄って開いてっていう状態を同時に行うと肩甲骨安定せえへんからパワーも出えへんから、その方が可動域は取れるけど、収縮やったら収縮、ストレッチやったらストレッチの範囲だけで分けてやってあげた方がいいかな。でまずエニタイムとかにあるようなやつやったらここのバー持てるから、これ持とうと思ったらかなり下げやなあかんから、ほんまこのグリップ持ってやった方がいいんやけど、このグリップ持ってこうやってここで手組んであげて、でこれで重さをない状態作ってあげて、これでまず収縮入れてあげる。そっからスタートしてあげたら、まず重りがない状態で収縮入ってることを感じてなかったら、そっからスタートしても乗らへんから。でこれ胸張った状態で収縮ポジションって絶対肩甲骨ちょっと開くから、これを前にこうグッと開くんじゃなくて、肩甲骨をちょっと横に開いてあげるようなイメージで、この状態で肩を前に出すんじゃなくて、肩をこのポジションをある程度保ったまま、溝落ち高い位置保ってこのままこういう感じで開いていって落として、でこの時の足もみんなこうやって多分やる人多いけど、足開くと体もこう開いちゃうから、ストレッチ狙う時やったらまだいいけど、収縮狙う時はできたら閉じて、このシートを使って内転筋使って閉じてあげる。骨盤も立ててあげてギュッてやった方が収縮は入るから。
デクライン終わり。次はスミスのデクラインプレス。いつもディップスやんねんけど、ちょっと今日はディップスやめて。楽しみや。もっと上の方胸改善したいねんけど、もうコンテスト10日やからちょっとこの下のラインをくっきり作ってあげて、大胸筋にちょっとインパクトを出すっていう意味でチューブやって、内側やって下部のラインやって、で最後にちょっと上部で、これはかなり重さ使えるから、でめちゃくちゃ安全に押せる。何やったらトレーニングしてるときは一日の中で一番楽かな、ほんまに。なんかやっぱ何やかんやトレーニングする前すごい元気ないよやっぱり。で今日も朝、今14時やけど、パーソナルお客さん2人してこっち来てっていう感じやけど、そのお客さん来るまでもすごいもうドヨーンっていう感じ。朝有酸素して朝ごはん食べて、でちょっとお客さん来てスイッチ入って、で結構 K2 のお客さんってもう俺のことを理解してくれてるから、いい意味で、だもう先生頑張ってねみたいな感じやから、もうめちゃくちゃ元気もらえるし、で終わった後やっぱりほんまにお客さんに助けられてんなっていうのがすごい実感できる。でこれ今日坂井と撮影してもらって、で終わってからまた17時から 4人か、ラスト22時まで、はい、今週いっぱいはもう22時までずっと入れてるから、もう固定のお客さんが、はい、で来週はちょっとお休みさせてもらって、でもかなり数減らして、もう自分のちょっと調整に当てさせてもらうねんけど、もうそれでも今回とかやったら前回のあのナバを経験してるから、もうなんか申し訳ないねんけど、お客さんから先生もう今回も休むよみたいな、もう集中してみたいな、でその代わり終わったらちょっとビシバシ頼むでみたいな感じで、もう任せてくださいみたいな、ほんまにそんな感じやから、もうマジで自分一人じゃないなっていうのはめっちゃわかる、うん、でなんかそのコンテスト俺最初な2017年に出た時とか
こんな逃げなしに出て2位になって、もうそっからもう勝ちにだけこだわったコンテストになってたから、もう正直なんかコンテスト疲れみたいなのもめちゃくちゃあったんよ。でそれがもうなんか今年とかナバとか経験して、こうやって TAKAHIRO YouTube してくれて、でまだ YouTube も始めたところやけど、そう YouTube 配信するたびに、もうコウスケさん今日も見ましたよみたいな、モチベーションありがとうございますとかわざわざ DM くれたりさしてくれる人がおって、で最初一人やったのが二人になって10人になってみたいな。でもそういう人にもほんまに力もらってるし、でなんかそのコンテストを出ることによって、なんか優勝するっていうのはまあもちろんやってる以上はそうなんやけど、その見てくれてる人が、うわほんまにコウスケさんのステージかっこよかったわって思うステージにしたんよな。だからそれこそ勝ったけどもうステージで元気ない、全然ニコニコしてない、楽しめてないっていうステージには一番したくないから、もうめちゃくちゃやりきって最高にかっこよかったっていう、お客さんに1位をつけてもらった上で最終審査員の人に1位をつけてもらえたら一番最高やなってめっちゃ思ってる。でも今回の集大成ラスト11月28で今年終わるけど、今年はもうほんまにそれで終わりたい、そのためにできることは全部やってるし、でもラスト10日あとそれをやりきって実現させますよ。もうほんまに TAKAHIRO にも恩返しできるのはそれやから、見とってください。聞いたね。めちゃくちゃいいわ。間違いなくかっこいい。
インクラインのダンベルフライ、インクラインのダンベルフライは俺は結構45度ぐらいにしてやるのが好きかな。フラットにしすぎると大胸筋上部でもこのチューブに近い方に入りやすいから、どうしてもアーチ作るから、でこの鎖骨の方から伸ばしたいっていうのはあるし、インクラインの場合だと45度ぐらいにしてても入るから、でこのまま大きい肩甲骨内転差し上げて、こっち向きやから肩抜けやすいから、プレスと違って、でこのままストレッチ目いっぱいかけてあげて、大胸筋の外側に二頭筋を近づけるようなイメージで、こういう感じで大胸筋の外側からこの内側、この範囲を狙うようなイメージかな。収縮はもう捨てる、こんな感じ、こんな感じ、ここまでいけるけど収縮は絶対しきらへんから、かかるのはかかるけど、だいぶ立体感が出てきたかな。マジで楽しみやわ。ちょっと腹筋もちょっと改善できたかなと思う、この前より。ガンガン腹筋のトレーニングやってるっていうよりか、腹筋のコントロールがちょっと上手くなってきたかな。腹筋のトレーニングもしてるけど、もうなんかシンプルなクランチとか、めちゃくちゃ効いてる。
おお。大会前でこんなに胸っていうか、どこのトレーニングでもそうやけど、めちゃくちゃパンプしてるみたいな感じって今までなかったから、やっぱエネルギー足りてないから、もうしょぼーんっていう感じ、パンプしてもすぐ冷めるみたいな。今結構ずっとパンプが持続されてるような感じかな。もう今めちゃくちゃ可動域浅めで、この部分だけを狙ってるイメージかな。折れすぎたら手幅短いから、ナローにしてるから3頭入るから、もうめちゃくちゃ可動域は狭く
ージはこれをこんな感じ。もうメインは多分これぐらいかな。ここでしっかり収縮作ってあげて、この位置に戻ってくるだけ。はい。ありがとうございました。はい。今日の胸トレはこれで終わります。はい、ね、こんな感じでラスト10日なんで、あと7回ぐらいトレーニングしたら終わり。トレーニングもう最後なんで、もう楽しみながらやっていけたらと思います。いつも見てくださってる皆さんありがとうございます。もし参考になったら、これ押しといてください。いいねボタン。いつもありがとうございます。まだ明日肩と腕トレやります。まだ明日高井戸お願いします。お願いします。ではまた。